百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店の動画です。させますか。おー、今日は小手を打つ時のその前の攻め方やります。どういう風に攻めれば相手が崩れて小手が当たるのか。この間の動画でメインを打つ時のその前の攻め方っていうのをやったんだけど、ポイントはみんなが思ってることと逆ってことだよね。例えばこの間のメインを打つ時の攻め方だったら、みんなはメインを打つんだからメインを攻めよう、メインを攻めよう、上を攻めよう、上を攻めようって思ってるんだけど、上を攻めれば上を攻めるほど相手は上を警戒して避けちゃうんだよね。だから正解はその逆、下を攻める。そうすると相手の手元がふっと下がって面が開くって話でした。今回の小手も同じなんですよ。小手の場合でもみんな思ってるのは、小手を打ちたいんだから小手を狙って小手を狙ってってこう下ばっか攻めてるでしょ。そうすると相手は小手を警戒して全部小手は避けられちゃうの。正解はその逆、小手を打ちたい時こそ相手に面だと思わせないといけないってことなんです。今日は小手が打ちたい、相手にどうしてもらったらいいでしょう。こっちが小手行くぞ小手行くぞってやればやるほど相手は小手を警戒して小手を防ぐんです。そういう時は相手に面を打つぞと思わせて、面を防ぐような動きをしてほしいんです。そうするとほら相手の小手が開きました。このことを相手の手元を上げるって言います。これはこの間の面を打ちたい時の攻め方と全く同じ、まあその真逆なんだけど、やること考え方は全く同じ。前回の面を打ちたい時のビデオだと、面を打ちたいんだけどその逆、勇気を出して小手を攻めると相手の手元が下がる、そうすると面が開くって話でしたね。今回の小手も全く同じ。今回は小手を攻めたいんだけど勇気を出して面を攻める、そうすると相手の手元が今度は上がって小手が開くっていう、こう全く同じなんです。早速やり方なんだけど、ポイント2つ。まず1つ目は、こっち打つ方ね、こっち打たれる方、上を攻めるんです。上とはつまり胸板ぐらいですね。胸板ぐらいを上の方をぐっと攻める。2つ目のポイントはこの胸元を攻めるときに、表から上から相手の竹刀を押さえるようなイメージで胸元を攻めることです。これが効くんですよ。なぜならこれこそが面を打つときの動作と同じだからなんです。そして胸元まで攻めて相手の反応を見ます。相手が動くか動かないか。相手が動く時っていうのはこっちの胸元の攻めが効いて、相手がびっくりして、うわ面を守らなきゃって思って手元を上げちゃう時、そういう時は必ず小手が開きます。相手が動いた手元が上がった時は小手。そして反対に相手が動かない時っていうのはもう真ん中入ってます。相手の竹刀も上から押さえてます。そのまま面、もしくは小手面が打てると。一つだけ注意点があります。それは相手の胸元を上から攻める、ここまではいいんですけど、小手を打つ時に急に横から打たないってことなんです。相手の上の方、胸元をグッと攻めるってことは、相手に面を打つぞ面を打つぞとこう面に見せたいわけなんですよね。だからギリギリまで面だと思わせたいんです。だからここで急に横に変わっちゃうと、あ、こいつ小手打ってくるな、この瞬間全部バレちゃうんですよ。だからギリギリまで手元、目線もそう、竹刀の振りもそう、ギリギリまで面に見せて小手、まっすぐ小手だから当たるんです。いかがでした。今日は小手を打つ前の攻めをやりました。小手を打ちたいんだけど、小手だ小手だって小手を攻めると絶対に避けられます。小手を打ちたい時こそ面に見せるってことでしたね。もちろんこれが全ての攻め方っていう意味じゃないです。他にもいろんな攻め方たくさんあります。だけど何も考えずにそのまま打って当たらないんだったら、まずちょっとこれ一回やってみませんかってことですね。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。